受験企画で披露学園を目指していた大志くんが高校受験に苦戦していると知りました。そしてついに6回目の不合格が報じられたのです。6回目も落ちました。今日はインスタライブをやりません。インスタライブやってる場合ではないわね。チャンネル登録よろしくお願いします。母は披露学園の受験の時から生意気な大志くんが好きでした。大志くんは偏差値が38でも僕は披露に受かりますとか言っていたのです。なんだかとてもワクワクしました。その大志くんがまた高校受験でもうまくいっていないと知り心が痛みました。はじめはご両親の受験校選びに疑いの気持ちを持ちました。人のことは言えないけれど、ご両親は偏差値を見ているのかしら。うちもそうだけど、ワンチャンいけるんじゃねとか魔が差してしまうのよね。母は気になってジャガー一家の YouTube チャンネルを覗いてみました。むむむ、そこにはちょっと生意気に話す大志くんと優しいお母さんのジャガーさんと息子の話をしっかり聞くお父さんの木下先生がいました。大志くんの個性を大切にして大事に育てていることが分かりました。現段階では受験に失敗しているかもしれないけれど、いつか成功するかもしれないと感じました。主人が帰ってきました。お前が昔中学受験で応援していたジャガー横田の子供さん、高校受験もダメらしいな。はぁ、どこがダメなのよ。作文を書いて、佳作を取って、低傾向進学生徒で超難関高校に入ることが成功なの。国民から不信感を持たれてまで合格する必要があったの。大志くんは正々堂々と受験をして6回受験に落ちただけなの。誰からも責められることはないわ。そうだな。母は大志くんが素敵な高校に進学できることを願うのでした。いいねボタン、コメント、いつもありがとう。